はい、よろしくお願いします。今回は数三の数列の極限丸4、挟み撃ちの原理についてお送りします。で、今回ね、この2もやりますので、まずここで1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、あとは挟み撃ちの原理自体が何だろうって思う方は、今からね、自分が両方解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、挟み撃ちの原理が何なのかっていうのは、まあ、問題解説しながらやっていくんですけど、ひとまず、その挟み撃ちの原理を使うだろうっていう目印になるのが、こいつ、マイナス1の N 乗。か、サイン N シータとか、まあ、コサイン N シータとか、その辺が目印になります。まあ、学校のテストがやったら本当それでいいと思う。目印ね。で、どうやるかっていうと、まず、そのリミットとか、ちょっと無視して、このね、今言ったマイナス1の N 乗。こいつについてちょっと考えると。で、これっていうのは、まあ、1を入れればさ、まあ、奇数か。だったらマイナス1だし、まあ、2、4って入れていけばこいつの数は1になる。で、こいつって、一番小さくてもマイナス1なんですよ。で、一番大きくても1しかならないのね。絶対に。だから、こいつって範囲が、マイナス1から、1? まあ、マイナス1以上1以下っていうのがはっきり分かってるんだよね。こいつの数としては。で、こっから勝負していきます。こっから。で、どうやるかっていうと、結局、この形に持っていきたいんで、全体を N プラス3で割ります。まあ、これをね、作るために。そうすると、左側はマイナス N プラス3分の1で、小なりイコール、もともと主役だった N プラス3分のマイナス1の N 乗だと。で、小なりイコール N プラス3分の1と、こうなります。で、何やるかっていうと、これがね、こいつのリミットを求めたいんですけど、ちょっとこのまま行くのはきついと。だから、右側と左側のリミットをちょっと調べてみます。で、一応書くか。ここで、リミット、無限大のこいつか。まあ、N プラス3分のマイナス1に書こうかな。こうね。で、これは、ま、今までやってきましたけど、分母がどん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 プラスに増加していきます。で、プラスに増えていくと。で、ことは、絶対0に収束するんですよ。もう分子がマイナスだろうが関係なく。だから、こいつ0なのね。いい?で、もう一個、右側も行きます。リミットの無限大 N プラス3。分の1。で、こいつも上と同じですね。これも絶対0に収束すると。で、これによって何がわかるかっていうと、これ、今ありましたよね。右側と左側調べたんですよ、リミットで。そしたら、ここもここも0に収束したの。じゃあ、こいつのリミットって絶対0ですよね。0と0に挟まれてるわけだから。だから、こいつのリミット。よって、リミット、N 無限大の N プラス3分のマイナス1の N 乗は0に収束しますよねっていう。これで終了です。これが挟み撃ちの原理。いい?右側と左側のリミットを調べて挟み撃ちにしたの同じだったでしょって。だから真ん中も0でしょっていうね。っていう解き方になります。いいかな?で、右側も同じです。まあ、今回サインになってますけど、まずサイン Nθ について考えていきましょう。今2乗ついてますけどね。まあ、これ2乗がついてないパターンもあるんですが、サイン Nθ、まあ、N がね、どん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 大きくなっても、結局は、その360度、まあ、何周するかって話なんですよ。単位円があった時に、別に720度になろうとも、ずっと単位円をぐるぐるするだけだからね。で、サインっていうのはY座標ですよね。単位円なんで、結局1からマイナス1しか取らないんですよ。サイン。まあ、コサインも同じです。X 座標も1からマイナス1しか取らないからね。だから、こいつっていうのは、同じ、マイナス1から1なんです。サイン Nθ っていうのは。まず、こっからスタート。で、今回と違くて、2乗がついてなければ、このまま同じようにね、形を揃えてってやっていくんですけど、今、2乗がついてるんで、下でいっか。じゃあ、2乗 Nθ になったらどうなるのっていう。で、これは、マイナス1から、もうサインとかどうでもよくって、マイナス1から1を取る。この範囲を取るものを2乗したら、
二乗って絶対正になるんで、まずゼロスタートですよね。マイナスは絶対出ないから、二乗に。で、最大が1ってことは、二乗しても最大は1なんですよ。必ず。ごめんね。だから範囲がこう変わると。で、これで、sin2 乗 n シータ、ここね。ここにある形のものの範囲が出たんで、あとは形を揃えたいと。で、今 n 分の1がかけてあるので、全体にかけると。でも、0に n 分の1かけても0なんで、0。小なりイコール、今回の主役の n 分の1 sin2 乗 n シータ、小なりイコール、1にかければ n 分の1ですよね。で、あとは調べます。でも、0っていうのは、当然0そのまんまだから、もうリミットとかつけなくても0だからね。まあ無視してもらって、あとは右ですね。ここで、リミット、ごめん、落ちた。ちょっと待ってね。n 分の1。まあこれはもうシンプルにね、0に収束しますと。だから、左側も0、右側も0、結局ね、0、0だったんで、よって、あ、こっち書き忘れてた。あのね、先生によっては、ハサミ打ちの原理によりって書けっていう先生がいるらしいので、こっち書きましょうか。ハサミ打ちの、これでも先生によると思うんですけど、定期テストとかね。ハサミ打ちの原理より、求めたかった、リミット、ちょっとごめんね、喉が。n シータの n 分の1、サイン事情 n シータ、これは0でしたよと。これで終了となります。いいかな。まあこれ一言に関してはね、先生に合わせてください。自分は別になくてもいいかなと思っちゃいますけど。で、これがテスト範囲に入ってる場合ですね、まあハサミ打ちの原理使った問題ってほぼまあゼロになる、まあ問題ばっかりなので、だから絶対途中式書かされるんですよ。テストに出されるとね。うん。だからその場合はこういう感じで、まあ、もっとね、細かく書けようっていう指定があったら、その先生の方に合わせてほしいんですが、まあ、ひとまず流れとしてはこんな感じでやれますので、ぜひね、参考にしてもらえたらと思います。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。